はい、こんにちは。日本改革党、靴沢です。米次郎様、栄一様、ひろゆき様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金と、河野太郎裁判費用に充てさせていただきます。誠にありがとうございました。岸田総理、岸田派解散を検討。清和会安倍派が総会を開き、解散を発表。もう決定だそうです。池田、柳や谷川、大野議員の立憲に耐えきれなかったみたいだな。もともとですね、安倍総理亡き後に代表すら誰って決められなかったぐらい、グダグダで、派閥として機能してなかったかもしんないですね。世論です。なんか意味あんの？萩生田が次の会長になりそうだったのに、野望がついえた。野党転落した河野洋平総裁時代に、一度派閥解消してた。やんなぁ。そうなんだ。一回消えてたんだ、清和会。会計責任者しか立件できない法の穴こそ報道せえよと。党の統制が取れなくなるんじゃ。どうせまた後でくっつくんだろう。闇派閥になるだけで何の意味もない。闇派閥になるだけだよね、これね。勉強会になるだけ。あと党の統制が取れなくなる。は逆ですね。無派閥ばっかりになったらですね、むしろ党三役とか党執行部の、力が強まると思われるんですけれども、二階幹事長派閥を解消したいと二階派の総会で発言。ここもですね、裏金額多いって指摘されて事務所にもガサ入れ入ってましたね。これで消滅しそうなのが岸田派、安倍派、二階派、まあ清和会ですけどね。合計で200人ぐらい。残りは麻生派、茂木派、森山派ってちっこいところあるみたいであります。15人ぐらいの石破派があったんだけど、いつの間にかひっそりと消滅してました。麻生派も茂木派も解散して一旦リセットしたらいいんでは。そうするとですね、今まで派閥に囚われててしがらみあった、議員たちも動きやすくなって高市派とかできると嬉しいですね。青山繁晴さんも守る会の70人引き連れて高市派に来てくんねえかななんて思いますけれども、今は麻生派でくすぶってる河野太郎は河野派っていうのをつくかもしれないですね。総理の座はですね、祖父の河野一郎、河野洋平がなれなかった一族の野望だろうからね。河野洋平は野党に転落してまして、村山政権で、河野洋平は総理になれなかった数少ない自民党総裁、いうことになっております。他には谷垣さんとかいますよね。本当に嫌だが、万が一、河野太郎が総理になっちゃってよ。その時まだ私の裁判続いてたら、個人ブログを民事で訴えた総理。ってことになり、今井次郎、現役大臣が個人ブログを訴えた。以上の前代未聞になりますよね。まあ、中共の犬仲間のテレビ新聞は、そんでも報道しない、と思うけどね。あと、なぜか河野総理は、叩かないっていうことすると思うけどね。河野一族と違いですね、福田赳夫、福田康夫と総理の座につき3代連続総理を狙う清和会の福田達夫が早速野望を表明しておりました。新しい集団を作る、派閥ではなく新しいガバナンスの形。何言ってるか全然わかんないですけど、なんだガバナンスって。バカはすぐね、横文字使ってドヤ顔しますからね。世論です。それって派閥と何が違う？つまり名前を変えただけの派閥ですね。今言っちゃうセンスのなさ。早速野望を表明しちゃって警戒されんじゃんね、周りにね。群れないと何もできないバカボン。バカボンボン。タツオ、派閥とは違うんです。それ、安尾が言ったあなたとは違うんですって。まあ、こうなるよね。そしてまた裏金問題の無限ループ。清和会は福田赳夫が創始者だって。福田赳夫といえば、超法規主義なんつってテロに屈して、人質解放しちゃった事流れの権限ですね。グダグダ決断できない総理、バカ野郎、それで日本はテロに弱いになっちゃって拉致被害者激増したんだわ、誘拐しても文句言わねえ日本はって舐められて、あとですねテロリストは
逮捕すんな、加害チャートの仲間が二次事件起こすから解放要求して、加害ないでその場でやっちゃえっていう、コンセンサスができたのが福田赳夫のせいであります。だったらですね、清和会は俺のものって意識あったんじゃなかろうか、孫の達夫、思わずガラガラポンになっちゃったし、福田派作りに奔走するんじゃないかな。新しいガバナンスの形、これが全然意味わかんないですね。新しい政府の形って自民党内のことであって政府関係ないんじゃないの。何言ってんの。そのうちこいつイシューとかアジェンダとかアライアンスとか Google Earth とか、言い出しますよ。なんか知ったふりして横文字使ってドヤ顔みたいな、実は本人もよく意味が分かってないみたいな、ジャニーズ、宝塚、吉本、自民党と盤石と思われたブランド、まあ清和会ですけど、ブランドが次々ぶっ壊れてきますね。次はどこがぶっ壊れるんだろうか。朝日新聞とか NHK だと嬉しいんですけどね。高市早苗経済安保大臣、スパイ防止法に近いものが求められる。日本の技術情報はダダ漏れ、早く止めなければ。経済安全保障上の機密情報を取り扱う人物の身辺を国が事前に調べる。セキュリティクリアランス制度。これ評価制度って、人物、資格評価制度。日本語で言うと、法案が国会に提出される見込み、これまでは身辺調査対象は公務員に限られていたが、今後は民間人にも及ぶことになるみたいであります。世論です。大問題なのが自民党内がスパイだらけってこと。河野太郎とか、これで困るのは機密を盗もうとしてる奴らだけ。今後はまともなスパイ防止法作れるんだろうか。公明党に骨抜きにされないように見張ってないと。反対するのはスパイだけだね。安倍総理が特定秘密保護法を作ってくれたが、これで捕まったって人聞いたことがないな。報道ないだけで実は捕まってんだろうか。身辺調査されるのは経済安全保障上の機密限定みたいなんですけど、軍事機密は含まれないのか。スパイ防止法はまだまだ遠いですね、これ。パヨどもは大騒ぎしそうだけどね。これ身辺調査するってだけで取り締まるとか逮捕するとかいうのはないもんね。スパイ防止法が野党とテレビの大反対で廃案になったのが1985年であります。今から38年前、ですか。今ネットあるし、パヨどももだいぶ虫の息になったから通せるんじゃないの。この頃は社会党とかもまだ存在してたしね。LGBT 法強引に通したように、速攻で通したように、スパイ防止法も速攻で強行で通しちゃえよ。通しさえすればですね、逮捕を恐れて野党もテレビ新聞もおとなしくなんだからさ。中共の院の河野太郎が中から妨害しそうですけどね。立憲安住淳、野党を育てないと。この国の政治は円熟味を増していかない。俺らを育てないお前らが悪いみたいなこと言って、当然のように非難ごうごう炎上という世論です。自分で自分を育てろって恥を知らないにも限度がある。育てようとしても育たない。育たないから消えてもらうしかない。いつ育つんだよ。何年同じこと言って言い続けてんだ。とりあえず全員チェンジで、世間はお前らの母親ではないと。お前ら俺らを育てろってバカじゃないのかな。未だ未熟ですって言ってるものに投票してもらえるっていうのが甘いですよね。私らまだ育ってないんで育ててくださいって言うことは、投票しないでくださいって言ってるのと同じことじゃねえの。バカで幼稚じゃないと立憲議員なんてやってらんないですけどね。立憲がバカなままの最大の原因がですね、徹底的にかばって甘やかすテレビ新聞です。が最大の原因で、立憲がいつまでもバカで幼稚のまま。自民党の国対委員長はですね、そんなこと言ったら早速テレビで特集組まれて叩かれるはずなんだよね。何言ってんだよ。信じて任せてんだぞ。自分で育てるって何様だ。とか言ってワイドショーで、朝から晩まで叩くはず。かといってネットで非難ごうごうでもですね、立憲議員のバカどもはですね、一部ネット運用が騒いだけ出るだけって見ようとしないし、見ても是正できないしで、俺は悪くないってやつは永遠に成長しませんよね。せめて最低ですね、無知の知っつって謙虚じゃないと。立憲にはそんなやつ見当たんないですけどね。今日のその他のニュース、橋本聖子参議、5年間で2000万円超の不記載裏金が発覚したが、収支報告を修正し事なきを得た。政治資金規正法違反の時効が5年、修正できるのが5年で、修正できる立場にあるものは無敵ですね。これどう考えても無敵ですね。
群馬の森県立公園に建てられた朝鮮人労働者追悼碑を県が撤去する方針、政治利用しないって約束で建設を許可したんですけど、慰霊祭などを行って散々政治活動を、したせい、正義はたまに勝つ、防衛省サイバー戦人材を幕僚長並みの報酬2350万円程度で募集すると発表、一から育ててる余裕がないぐらい切迫してんのかな、報酬高いんですけど、球団野球の球団みたく戦力外通知で追い出される不安定な雇用みたいであります。JAXA の無人機スリムが月面着陸に成功、数時間活動にも成功、月面に到達したのはですね、アメリカ、ソ連、中国、インドに続き5カ国目、中国は発表自体が怪しいから実質4番目でしょうか、調査で判明、電磁波で精子が減少する、膝にノーパスを置いて作業するんじゃない、スマホも影響なので下半身をレンジでチンするのももちろんダメですね。まあそんなバカはいないと思いますけれども、というわけでブランドが次々ぶっ壊れていく世の中ですけれども、次にぶっ壊れるブランドってどこなんでしょうね。令和が共産党をぶっ壊したりするのかな、まあ、NHK とかだと嬉しいんですけどね。デトックスジャパン